どうもガチャガチャピンピンガチャピンでーす。と元気に始まっては見たものの、なんかねここんとこちょっと疲れててさ、ヒレとか尻尾とかがちょっと重たいんだよね。取っちゃおうかな。なんちゃって血が出ちゃうからねやめときます。最近運動不足だしなと思って、あのねお家帰ったらもうバタン級で爆睡なんです。でね、なんかいいのないかなって思ってこの間ドンキホーテに寄ったの。そしたら健康器具を見つけたので今日はそれを紹介します。まずはこちら、足つぼシート。これよくテレビでも見るよね。ちょっと乗るだけでも芸人さんがすっごく痛がってるじゃない。僕もああなるのかな。でも痛かったらちゃんとリアクションします。僕もエンターテイナーなんで。それじゃ乗ってみます。ドキ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 。あれ？全然痛くない。なんでだろう。人間仕様だからかな。僕恐竜だしね。健康ってことかな。でもな、ちょっとリアクションしてみたかった気もします。お次は腹筋ローラー。これすっごい効くらしいんだ。こうやってこうやって なんかねここんとこちょっと疲れててさ、顔でめり込んだ。痛い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 。あ、でも2回できました。これはかなり効きます。これを毎日やってたら腹筋がね割れそう。ラストはバランスボール。これは座るだけで体にいいそうです。ダイエットにも効くらしい。おうわーすごい跳ねる。ちょっと足を浮かせてみます。おっほっ、うわ当たった当たった。あー難しい。よしもう一回挑戦。バランスボールっていうぐらいだからとととと、バランスをねしっかり。当たった当たった当たった。おどうだどうだ。うわわわ、これはふくらはぎを鍛えるやり方です。おおお、伸びる。あーこれ気持ちいい。ということでみんなのおすすめ健康法があったら教えてね。それじゃバイバーイ。助けて、誰か助けて。あ